こんにちは、花坂じさんです。今日はね、デルフィニウムを摘心して超満開にする4つの方をね、皆さん伝えたいと思います。このデルフィニウム、特性はね、落葉性なんですね。で、特徴はね、本来は宿根性でありますが、日本では高温多湿の夏をね、乗り切ることができず、一年草としてね、扱われています。私はですね、夏越しをしてみようかなというふうには思っていますけどね。で、今日ね、摘心をやるんですけど、摘心は何でやるかというと、枝先をカットして脇芽を出す作業なんですね。で、これをやらないと満開にはなりますけど、超満開にはならないですね。はい。じゃあどこで切るか、まあ切り方はこう鉢から鉢へ丸くなるような感じ、まだ苗が小さいんでね、大きくしていきたいと思いますが、基本的に大きな葉っぱの上で切る。まあ大きな葉っぱがあるんですよ、長い葉っぱがね。ですからこの上で切っちゃうということですね。例えばこれでしたら、ずっと追っていくとですね、下に大きな葉っぱがあるんですね。だからその上で切る、ちょこんと切る、こんな感じですね。もう全部一緒です。ずっと花芽があるんで、これ折っていくと大きな葉っぱがあるんで、これで切る。あるいはね、その下で切る場合もありますね。この大きな葉っぱがあるんで、私ほんと切るってことですね。こんな感じです。これも大きな葉っぱがありますので、ここでそこんと切るってことですね。雨もなくなりますけどね、すぐ咲いてくれますから。ずっと追っていくと大きな葉っぱがあるので、その上で切る。こんな感じですね。これを繰り返すだけなんですね。で、このちょっと短めに、はい、します。これも大きな葉っぱの上で切る、今度切るね。これもこの下の大きな葉っぱの上で切る。これももう一個下で切った方がいいかもしれないですね。長いんで、はい。これをずっとね、花を追っていって大きな葉っぱの上で切る。こんな感じですね。大きな葉っぱの上で切る。こんな感じですね。これも下へ折っていくと葉っぱがあるので、その上で切る、ね。これいっぱいね、メインのあれがありますけど、これもこの辺で切る。調整しながら切っていくということですね。はい。あと芽が出てきた時にね、カットされるといいかなと思いますけどね。まあこんな感じでね、カットしましたね。まあカットして、花とかね、あれが落ちてますけど、こういうのはもう拾って、虫とか病気の原因になるので、やってほしいなと思います。はい、こんな感じになりましたね。まあちょっと小じまりになりましたけどね。で、まずカットしたらどうするかというと、こういったもので消毒をやりますね。虫病気の予防、切り口の消毒ですね。株元からシュッシュッシュッとやって、で、切り口を全体的にやろうと、葉っぱも十分消毒しておくとですよね。そして摘心とか切り戻しをしたらですね、こうやって加工製品をあげてくださいね。まあこういった肥料ですね、固形肥料一個ずつね、周りに。なんで鉢の内側かというと、一番根から遠いところにやるんですね。で、根に負担が来ないようにね。で、なんで埋めるかというと、ただ転ばないように埋めるだけです。
はい、これでね、摘心の完了ということになります。で、引き続きね、超満開にする4つの方を伝えますね。まず1つ目何かというと栽培環境なんですね。で、このデルフィニウム、風通しがよく水はけの良い場所で育てます。2つ目、水やりです。表土がね、よく乾いたら鉢底から流れ出るぐらいたっぷりと水をあげてください。3つ目、肥料ですね。3月になってね、葉が展開し始めたら液体肥料や固形肥料をねやります。4つ目、実はこれが一番重要ですね。摘心なんですよ。今日ね、摘心をやりましたけどね、もう一回だけね、今からこうやって株が大きくなってきます。こんな感じで、今これくらいですね、こんな感じになってきます。で、その時もう一回だけ摘心をやる。そしたらね、超満開になります。このままでも満開にはなるんですよ。あらかたこうこじんまりとなります。まあ、それでいいやという方はもうそのままでいいですし、いやいやまだまだという方はね、こんな感じで育ててほしいなというふうに思います。もう本当に綺麗なね、ブルーの綺麗な花なんで、いっぱい皆さんに咲かせてほしいなというふうに思いますね。一緒に咲かせましょう。今日はね、デルフィニウムを摘心しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。